皇后マリア・マリア・アレクサンドロブナ、1857、マリア・アレクサンドロブナ、文宮県王施設官ポーイ、高島助広が、マリア・アレクサンドロブナは、ロシア皇帝アレクサンドル二世紀の皇后。ヘッセン大皇女、マクシミリアーネ・ヴィルヘルミーネ、アウグステ・ゾフィ・ー・マリーフォン・ヘッセン・ダルムシタットとして、生まれた。マリーは、ヘッセン大抗妃ヴィルヘルミーネ・フォン・バーデンが生んだ人のこのうちの、 バッシダが、ビルヘルミーネの産んだ子供たちのうちか,から4人の父親は、彼女の愛人アウグストフォンスナルクランド、グランシー男爵だった。終分を避けるため、夫のヘッセン大公ルートビヒ2世が4人を認知したのである。このため、4人のうち生き残った2人、マリーと兄アレクサンダーは、大公の住むダルムシュタットではなく、ハイリゲンベルクで育てられた。1838年、 結婚相手を求めてドイツを旅していたロシア皇太子アレクサンドルは14歳のマリーを見染めた。彼はマリーが不義の子であることを承知で結婚を決意し難色を示した母皇后アレクサンドラフヨードロブナを仕切った。二人は1841年4月に婚廃機密を受け、マリーはなおマリア・アレクサンドロブナに改めた。マリアは非常に 人見知りが激しく、慣れない人にはぎこちなく接し、服装に好みがなく、議論もできず、魅力がない女性だとみなされがちだった。母、ビルヘルミーネに似て、呼吸器官が弱く、咳や周期的な発熱に苦しみ、サンクトペテルブルクの気候が合わなかった。それにもかかわらず、彼女は8人の子供の母親となった。絶え間ない妊娠は病を伴い、 多くの行事が重なる宮廷から彼女を遠ざけた。それは同時に、アレクサンドルに誘惑の機会をもたらした。マリアは後に、アレクサンドルが不定を働き、多くの愛称を抱えていることを知った。アレクサンドルは、自らがマリア付きの助監に任命した愛称のエカチェリーナ、ドルゴルコバを特に愛し、彼女との間にできた三人の諸子たちと宮殿に住んでいた。 1855年にアレクサンドルは皇帝に即位。彼はマリアの体調が安定しようがしまいが、公務に付き合わせた。マリアの最も愛した皇太子、ニコライの1865年の死は彼女に非常な打撃を与えた。マリアは帰戦結婚をしてハイリゲンベルクに住む兄、アレクサンダーをしばしば訪ねた。そこで彼女のオイルトビヒ4世と結婚したイギリス王女。 アリスと出会った。マリアは、アリスから、アリスの弟エディンバラ公アルフレッドとマリアの娘で、ある、ロシア大公女との縁組みを打診されたが、これは後に成立した。1878年に、アリスが病死すると、彼女の遺児たちに会いにしばしば、ハイディゲンベルクを訪れた。母の訪問に同行した、セルゲイ大公は、ここで未来の妻、エリーザベトを見染めるのである。また、 エリーザベトの妹アリックスは、マリアの孫ニコライ2世の皇后となる。1880年に死去し、没後の1888年には息子たちにより、エルサレムに、母、マリアを記念するマグダラのマリア教会が建造された。マグダラのマリアは、生前のマリアの守護聖人であった。彼女の名前にちなんで、カキの名前が付けられた。ありがとうございます。